今、行き取られてますけど、ベトナム航空です。ベトナム航空ね。で、一つ分かりました。こうやってね、巻いてからね、しばらく経ってからはっきり見えてくるんですよ。だから巻いた瞬間はね、あまり分かんない時があるんですね。最近のはそうですね。巻いた時は、ばっかりの時は分かんないんだけど、巻いた後にこうやってスーッとね、見えてくるんですよ。こういう巻き方がありますね。もうまた見えなかったでしょ？これね。で、今日は3月25日、月曜日の午前中なんですけどね、散々巻かれております。散々巻かれてね、空真っ白なんですけど、さらにどん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 巻いてるんだけどね、こうやってね、25日の今朝ですけど、もう今、今のベトナム航空ね、もう向こうに飛んでっちゃいましたけど、これですけどね、今は見えないでしょ。だけど、このラインがずっとこれあるんですよ、これ。同じラインなんですよ。だから、今日いくつかの飛行機巻いてますけどね、ベトナム航空さんも、ちゃんと巻いてますということを、じゃあこれからね、フライトレーダー24でね、一度、もう特定してあるんですけど、スナップショット撮っておきますね。はい、一つ証拠です。今日3つ目ですね。今日、ずっと朝から巻かれておりましてですね。今、これ、チャイナ空港です。あ、ここだ、見つけた。今、ここに見えてるですね。このずっとラインがね、来ましてですね。これ今、この辺に今、飛行機が見えてます。画面で映るかどうかわかりませんけどね。もう先のまで来ました。これね、チャイナ航空ですね。はい。画像ですね、画像をつけておきますね。で、今日はですね、ご覧のようにですね、もう朝から爆巻きですね、やっぱりね。もうこれ連日ですけどね。で、空真っ白になっておりまして、何本も何本もね、重ねて巻かれております。大変ひどい状態ですね。今の表記は言ってしまいましたけどね、特定しておきますね。巻かれております。一応ね、記録です。みんな、どの航空会社も巻いておりますね。はい。で、一機ね、もう一機取られてます。ここですね。ちょっとよく見にくいですけどね。この辺ずっと、巻いてますね。これはね、ジェットスターです。ジェットスター。見えるかな？この平石のところちょうど今通過しまして、こっち今行ってね、ジェットスターです。いろんな航空会社がみんな巻いてますね。まあ、とりあえず今日はあまりコメントはね、ちょっとする時間がないんで、とりあえず映しておきますね。これジェットスターです。ジェットスターも巻いております。ちょっともう見えなくなっちゃったね。空全体真っ白ですよ。こっちもすごいでしょ。全部分かれてます。ね。ただ今、ジェットスターが巻きましたのでね、これね。今、画像を作っておきますね。はい。改めましてですね、本日は平成31年、2019年ですね、3月の25日、月曜日の今、午後ですね、午後。で、今日もね、ちょこちょことですね、外を覗いてはですね、ちょっと自分の仕事をしたんですけども、もう残念なことにですね、ご覧のように、朝から空全体爆巻きでですね、大ケムトレール大会でですね、何本も重ねて巻かれましたね、ケムトレールで。で、空真っ白になりまして、今、午後もですね、たくさんのケムトレール巻かれておりましてね、で、そのうちね、いくつかのものだけはですね、録画して記録しまして特定しましたのでね、フライトレーダー24によってね、特定しました。で、今これからね、アジアンエアラインっていうのがね、飛んでくるようなんでね、あ、来た来た来たでしょ、ほら、来た。これね、これ。アジアンエアラインっていうのがね、輸送機みたいですけどね、これ巻いておりますね。まあ、これを映しながら、もう特定できてるんですよ。先にフライトレーダーを見てね、あ、今度これ来るなって分かってるんで、それ録音できるんですね。録音してね、チェックしておくとね、もうずっとそれを追跡できるんですよ。で、予想ですね、これは、巻いてるのはアジアンエアラインですね。で、まあ、これを映しながらね、日本の状況はね、今年に入ってひどくなってるというふうに私には見えますね。大変、去年よりもさらにひどくね、大っぴらにですね、たくさん巻かれているように、これですね、私には思いますけども、ワシントンの、東京じゃないや、アメリカのワシントンかな、に住んでらっしゃるね、都市真実さんという方がね、やっぱりケムトレールについても取り上げてくださってるんですけどね、で、その方の、まあ、いろいろその、ケムトレールだけではなくてね、いろんなことを、社会情勢とかも分析されてるんですけど、なんかアメリカではね、トランプさんが優勢のところでは、だんだんとケムトレールが減ってるようにも見えるそうなんですよ。で、いまだにね、その、ディープステートとか、その、反トランプの人たちの強いところはね、もう、爆巻きみたいにね、やっぱりこっちと同じように巻いてるということを、そんなこともあるらしいんですよ。あるようなんですよ。それ、どこまで本当か、どこまでわかりませんけどね。
だからひょっとしたら日本もね、今最後の最後のあがきでね、最後の、在庫処分というか最後もやけくそやってるようでね、もうひょっとしたらこれからね、変わるかもしれませんけど、まあ日本の状況はね、残念ながら、ディープステートの最後の砦ですからね、日本はもう完全に乗っ取られてますから、まあすぐには解決しないんでしょうけどね。はい、でも、希望を持って頑張っていきましょう。これは、アジアンエアラインですね。じゃあ、画像をつけておきますね。はい。まだ時間があったらあと一つだってできるかな。今日いくつかやりましたけどね。まあ、できる限り特定していきます。最後にですね、もう一機。これからジェットスターがまたやってくるようなのでね。映したら映しますけども、空が真っ白なんでね。もうちょっと見えないと思います。でも最後にね、映してみますね。で、ちょっとこれも、今日は、これ以上やってもですね、空が真っ白でですね、もう見えなくなっちゃったので、特定できないと思うんだけど、ジェットスターを待ってるんですけども、それやりながらね、今日のまとめというか、今日の予想のまとめなんですけど、今日は3月の25日、月曜日のね、まあ、朝からちょっと時間を見つけてね、時間を見つけて、ちょこちょことフライトレーダー24を見ながらですね、外に出て特定してたんですけどもね。で、たくさんたくさん巻かれましてね、ご覧のように、もう空全体真っ白でね、もうこっちのちょっと、まあ、こんな感じで、まあ、ひどい状況なんですけどね。で、そのうちね、そのうちの3つ4つ、今日は特定でき、まあ、やっとできたんですけどね。まあ、それ以外にもたくさんたくさん飛んでいました。で、日本ではですね、ここのところ今年に入ってからですね、本当に爆撒きでですね、たくさん、非常にもうひどく撒かれてるようなんですね。さっきも言いましたけども、世界全体としてはね、世の中の状況が、だんだん変わってきてね、ちょっと変わってきてですね、明るい兆しもあるようなんですけど、日本の場合はまだね、一番最後みたいで、まあ、希望は持ってますけどね、ここしばらくもこんな状況が続くんだと思うんで、めげずにですね、めげずにまずはね、民間飛行機がこのようなね、ケムトレールというね、その犯罪をですね、堂々と行っているってことをね、やっぱりちゃんと知らせないといけないと思いますから、懲りずにですね、飽きずにですね、こうやって特定しながらですね、皆さんに公開してます。ぜひ皆さんね、これをご覧になった方はね、皆さんもぜひね、フライトレーダー24を用いてですね、こうありますね。特定、お手伝いをお願いいたします。日本中でね、みんなで特定していきましょう。ぜひお願いいたします。で、フライトレーダー24というのは大変役に立つアプリケーションというかね、役に立つものでですね、パソコンでもスマホでももちろんできるんですけども、日本中のね、ちゃんとなんて言うんだろう、つながってるというか、ちゃんと登録してある飛行機についてはですね、全部飛行経路、飛んでる時間とかね、全部わかりますから、コースがわかりますからね、それ特定できるわけですよね。ノーコールサインの登録してない飛行機もありますから、それから軍事、民間飛行機じゃないものはね、乗ってないものもありますから、全部の飛行機カバーしてるわけじゃありませんけども、少なくとも、民間機に関してはね、ちゃんと特定できますのでね、使うといいんですよね。ただですね、ただ一つ皆さんにお願いしたいことはね、とても役に立つアプリケーション、ソフトウェアなんですけども、それだけ見ていてもね、それだけ眺めていてもね、怪しい飛行機とかはわかりますよ、もちろんね。この飛行機は怪しいとかね、この飛行機は飛び方が変だとかってことは、もちろんフライトレーダー24を見てね、わかるんだけど、それだけではね、何の意味もないんですよ。それを実際にね、実際に空を見てですね、飛んでるところをね、カメラで録画してですね、録画して、それとフライトレーダー24を照合させてね、それによって初めてね、実際に撒いてるところがね、証拠付けられるわけなんですよ。だから、ぜひね、皆さんね、めんどくさがらずに、外に出るというか、空を見てくださいね。空を見て、飛行機をと見てね、実際に撒いてるところを目撃して、それを録画してね、で、その上でフライトレーダーで照合して、証拠としてね、揃えてほしいわけです。そのことをぜひお願いします。それだけではなくて、いつも言ってるように、
その巻かれた後ね、巻かれた後のこのケムトレールの雲、これもね、ぜひぜひ続けてですね、皆さんね、どん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 録画してですね、写真撮ってですね、公開してですね、日本の空が今こんな状態になっているということをね、多くの人に知らせてってください。もう春の鳥がね、春のチチュイチチュイチチュイって鳥が鳴いてますけどね、もう地上は春なんですけど、まあ、空の上は大変な状況が続いておりますね。ということです。ではまたよろしくお願いします。今日はとりあえずもうこれ以上見えないんでね、おしまいにします。